なぜこのリンゴ酢ドリンクで痩せることができるのかっていう、その痩せるポイントについてお伝えしていきます。ポイントは4つあります。1つ目です。腸内環境が整って痩せ体質に生まれ変わることができるから。2つ目、血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があるから、結果脂肪を溜め込みにくくすることができます。3つ目、脂肪燃焼効果が高いから、もうどんどん燃やしてもらいましょうね。4つ目、弱アルカリ性に体を整えてくれるから。でこれはですね、食事をとりますと、まあ、大なり小なり体が酸性に傾いてしまうんですよね。そうすると、まあ、内臓のパフォーマンスが落ちちゃうわけです。まあ、行き着く先はね、まあ、病気になったりするんですけれども、良くないんですよね。それがこのリンゴ酢ドリンクを飲むことで、酸性に傾いた体を弱アルカリ性へと戻してもらう。そのことが結果、もう一番体の機能ですよね。パフォーマンスを最大限に生かすことができますから、しっかりと食事で傾いてしまった酸性をさっと弱アルカリ性に戻してあげるっていうことがね、ポイントになってくるんですよ。はい、では2つ目の項目です。何をということで、今回このドリンク作る上での使う材料が持つ痩せ効果について詳しくお伝えしていきます。まずもうベースはですね、なんといってもリンゴ酢なんですね。もうリンゴ酢はですね、やはりダイエット向きのお酢になります。脂肪燃焼をまあ促進してくれますし、代謝も上げてくれて、結果脂肪がつきにくくなって、しかも血糖値の急上昇を抑えてくれるのが、やはりねお酢の効果になるんですよね。結果脂肪を溜め込みにくくすることができるわけです。はい、そして数多くあるね、いろんな種類のお酢の中でもリンゴ酢が一番酢酸の働きが大きいんですよね。そのことで何が起こるかと言いますと、この腸の動きがね活発になる、蠕動運動が良くなって、デトックスが進んでですね、まあ、腸がまあ要は元気になってくれるわけですよね。その効果も得ることができます。でまた嬉しいのがね、食欲を抑えてくれる効果もありますし、カリウムが入ってますからね、こうキュッとね見た目もね、むくみ防止、まあ、むくみ改善にもなるんですよ。はい、そして今回ですね、使うフルーツはメロンになります。でメロンはですね、すごいですよね。代謝アップ効果もありますし、血行促進、冷え症改善ということで、こういった成分があることでですね、巡りが良くなるんですね。結果代謝が上がって脂肪が燃焼しやすくなって、痩せることができるフルーツの一つになるんです。はい、そして甘みをちょっとつけたいので、今回蜂蜜も使ってみました。脂肪燃焼効果が高い蜂蜜なんですよ。適量でしたらもうダイエット向けの甘味料です。そしてオリゴ糖が入っていることで、腸内環境をこれも整えてくれる効果がありますし、ポリフェノールが入っていることで、なんと脂肪燃焼効果もアップします。そして栄養価がなんといっても高いですよ。まあ、氷砂糖とかですね、角砂糖とか白砂糖とか、ああいったお砂糖を使ってしまいますと、もう栄養がないんですよね。まあ、プラス太ります。ただ蜂蜜はですね、ビタミンやミネラル豊富に入ってますから、結果痩せホルモンを作る材料をね、ここでもゲットすることができますので、ぜひ甘い味付けたいなっていう時はね、そういった白砂糖、栄養がないようなものを使わずに、蜂蜜であったり、またはねメープルシロップなど天然の甘味料を使っていただきたいなと思います。では最後3つ目の項目です。どのようにということで、今回はメロンサワードリンクのレシピですね、材料と作り方と私が実際作っている様子、実演動画をご準備しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。で最後に痩せる効果的な飲み方と注意点もお伝えしていきます。まず材料です。原液になります。リンゴ酢が 200ml、 メロン 100g、 蜂蜜大さじ3、あと保存容器1個ご準備ください。でこのリンゴ酢はね、もちろんもう無添加の、原材料名がリンゴ果汁 100% のみの良いものを使いましょうね。で今回私メロンはですね、冷凍メロンを使っておりますけれども、冷凍じゃなくても OK です。で蜂蜜ももちろん無添加の良いものを使ってくださいね。国産がおすすめです。あと保存容器はできれば瓶状で、しっかりとこう蓋ができて、まあ、ネット消毒できるようなものを使ってくださいね。はい、では原液の作り方です。とっても簡単なんですよ。1つ目、保存容器に材料も全部入れちゃいます。でこの時にですね、蜂蜜もちょっとレンチンすると溶けやすいから便利です。でそのまま半日常温で置いた後に、
冷蔵庫で保存します。すぐには、ね、飲みません。1日1回こう容器ごとね振っていただいて1週間ほど、まあ、経ちますと完成、飲み頃ということになります。で3つ目、その原液のまま飲んじゃダメですよ。大変なことになります。もうね、うわ喉が焼けるってなりますから、必ず天然水 200ml に対して原液を大さじ1杯程度溶かして飲んでみましょうね。ではここから実演動画ご覧ください。どうぞ。いかがだったでしょうか。もう簡単に作れますかね。ぜひすぐ作ってみてくださいね。でここからはさらに痩せる効果的な飲み方と注意点についてお伝えしていきます。効果的な飲み方としましては、まずはねタイミングですよね。食前に1杯飲んでみるっていうのがねおすすめになります。1日の、まあ、量はだいたい2杯までで十分効果がありますからね。そんなにガブガブいっぱい飲まなくても大丈夫です。でまずは体質改善も含めまして12週間程度は毎日この量で飲んでみてくださいね。でこれ注意なんですけれども、もともと胃がお弱い方とか弱っている方とか、もうあまりにも空腹な時にいきなりその襲えてしまいますと、こうびっくりしてね、こう胸焼けしたりとか胃が痛くなったりしてしまいますから、そういった時はお休みしてください。はい、そして最後にメロンについての注意点なんですけれども、こちらクックミシンっていうですね成分、まあ、タンパク質分解酵素なんですが、結構ねいらっしゃいませんか、メロン食べるとなんかこう唇がピリピリするとか、こうなんか喉がイガイガするっていう方はねちょっと合ってないなと思うんですね。さらに口腔アレルギー症状のこうアレルゲンの原因にもなりやすいとも言われておりますので、メロンを食べるときに、まあ、こういった症状がある方はね無理に食べないように気をつけていきましょうね。さあいかがだったでしょうか。今回は美味しいねメロンを使った爽やかなリンゴ酢ドリンクを作ってみました。ぜひあなたもですねもう簡単できますから作っていただいて、日々の健康的なダイエットにお役立ていただければもとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。